ちょっと騒ぎすぎみたいな感じしますね。騒ぎすぎ、ええ、むしろ面白くなるのはこの後で、この後。情報っていうのは流さないと、仕事にならない面があるわけですよ。特定秘密であったって、はい、その内容を流すことによって、例えば北朝鮮の脅威があるとか、うん、あるいは日本としては、あのー、こういった兵器を開発したいんだと、うん、ある程度情報を流さないといけないんですよ。はい、あるいは、政権の内部とか官僚の内部の構想があって、 あの、奴らにやってることを止めてやるのが国益だと思い詰めてる人がいると。はい。じゃあそういう時に。 第1号の事例が出た時に、ちゃんと捕まえることができるかどうかですね。それ1号目が出てきた時に捕まえることができなければ、はい、この法律はザル法っていうことで終わっちゃいますね。<ー>ですから、いつ1号目が出てくるかっていうのは私楽しみに見たいんですからね。それっていうのは、この、まあ、漏らすにしても、漏れた先はやっぱりマスコミに漏れてそこから問題というあ。もちろんです。マスコミに漏らさないとそれは、 あの、広がらないですからうん。そうするとマスコミの側も取材源は必死に守ろうとする建前取材源と必死に守ろうとする建前なんだけども、はい、今どっかでメールとか電話とか使いますからね。うん、痕跡ついちゃいますから。はい。だからそれは、あの、すぐにわかりますね。うんだか分かってもマスコミが口を割るか割らないかっていうと、はい、その記者の力量になってきますね。はい、ですからいろんな点で面白いと思います。あ これあの、佐藤さんがいろんな媒体で指摘しているのは、まあ一般国民というよりは結構政治家に情報,が情報を上げない。政治家に情報あげないということなんです。はい、要するに適正評価っていうものを受けた人以外は特定秘密見れないですからね。はい、で、この場合皆さんあんまり気づいてないと思うんですけども、うん、人工衛星の写真なんですよ。実際問題は。人工衛星の写真。そうなんです。 要するに偵察衛星から得た写真の情報っていうものをどこまで見ていいかっていう問題なんですね。うそうすると、いや、北朝鮮がミサイルの実験してますよと。うんはい、そういうふうになった時に、じゃ君どうなってんだ、写真見せてくれと。うん、申し訳ございません、先生は適正評価を受けてますから、お見せできませんとうんそうすると。 実際のその写真を見ずに、官僚がこうなってますよっていうことをもとに判断しないといけないっていう。うん、これがここの一番の問題なんですよね。うん、だから内閣総理大臣の責任においてきちんと閣僚の適正評価やってですね、はい、閣僚も それから国会議員も、こういった情報を見れるようにすると、イギリスなんかそうなってるわけで、あるいはアメリカでも、あの、安全保障関係の委員会の人たちは、秘密情報を見れるわけですからね。少しそういうふうにしないと、最終的には国家にとって重要なことを、 あの、選挙による洗礼を受けていない官僚たちでみんな決めるってことになっちゃうんで、ここは問題だと思うんですけどなんか、あんまりその辺のところを焦点当てる新聞とかないですね。そういう意味で言うと、この特定秘密保護法が民主主義を迂回するようなルートを作っちゃうその通りです。飯田さんおっしゃる通りで、それが問題なんです、一番。民主的な統制を外れてしまうと、はい、官僚は民主的な統制嫌いですからね。 どういうことかというと、つまんない試験ですよ、はい、国家公民試験なんて。つまんない試験ですかあれは頭の良さと関係ないですからね。教科書に書いてることを覚えて1時間半から2時間の筆記試験で再現する能力だけ問われてるわけですから。うーん でそんな試験に合格したからって宇宙で一番頭がいいと思ってるわけですよ。はい。それだから俺たちが君ら一番良くなると、こう思ってるわけですからね。うん。しかし必ずしも世の中そうじゃないことがあると。はい。となると、やはり選挙によって選ばれた国会議員っていうのはもう少し大切にしないといけないんですけどね。うん。だからそういった政治の根本のところでやっぱり関わる問題なんです。うん。確かにそういうことが書いてある新聞はほとんど見当たらないというところですが。えでは続いて二つ目こちらです。